参議院議員の鈴木宗男さんがロシアに行ったことが大変話題となっております。このことについて私のなりの見解を話をしたいと思います。皆さんね、ご存知かとは思います。ロシアにね、鈴木宗男さんが行かれたということでございます。で、まずなんですけれど、はい、鈴木宗男さんとですね、私はですね、先の通常国会で、結構ですね、やり合った中ではあります。ガーシーさんがね、除名となったということで、で、除名をですね、下すのが、参議院においては参議院の懲罰委員会というところになりまして、で、その参議院の懲罰委員会の委員長がですね、はい、鈴木宗男さんで、あったということ。それでですね、我々とはちょっといろいろとあったわけでございます。で、まずですね、皆さんに、特にですね、ガーシーファンの方に、怒られてしまうようなことを申し上げるとですね、我々というか私とですね、立花隆投手とですね、鈴木宗男さん、非常に仲が、いいです。これはですね、特に隠すような話ではないんですね。時々ね、週1回の会見かな、立花隆投手が、鈴木宗男さんのね、ことをお話ししたりするわけなんですね。特に、鈴木宗男さんのね、モノマネを、するんですよね。ちょっとこう私はもう下手なんでね、やりませんけれど、はい。鈴木宗男さんと、我々は、非常に仲がいいということでございます。ガーシーさんが除名になった時の、懲罰委員長でありましたので、もう本当にね、この点については、ガーシーさんの、ファンの方にはですね、怒られるとは思います。ここはね、素直に申し上げておきたいと、思います。確かにね、ガーシーさんが懲罰されて、懲罰というか除名されてですね、直後あたりはですね、ちょっと私もですね、いろいろと思いはあったんですけれど、今はですね、結構、落ち着いた、冷静な感情でですね、鈴木宗男さんとは、接しております。で、皆さんご存知の、鈴木宗男さんの、娘さんである鈴木孝子さんですね。この方と、私もですね、非常に、仲良く、させていただいて、おります。先日なんですけれどね、カナダ議連というのが回って、カナダ議連でお話をさせていただく中となっておりますということで、まずね、正直に、このことについては申し上げたいと思います。というわけで、今出ておりますのはですね、私の切り抜き動画を作っていただいている、進撃の浜田さとしというチャンネルになります。私の切り抜き動画の中では一番ね、再生回数を、出されている動画といいますか、ね、チャンネル登録者数もね、相当多いんではないかなと思います。ちょっと最近私が、国会の質疑がないということもありますし、あと、私自身がね、あんまりインパクトのある動画を出せていないということもあって、石丸市長ですね、秋田方市かな、ちょっとすいません。そこのね、市長さんの、動画、切り抜き動画をね、が結構多いみたいですけど、その辺は私は気にしておりませんが、むしろね、私がちょっと、進撃の浜田聡チャンネルに、ネタを、ね、投入することができなくて、ちょっと申し訳ない限りでございますが、はい。というわけで、ちょっとニュースの方をですね、紹介していきたいと思います。こちらがですね、北海道新聞の、記事となります。ちょっとこちら、全文読むにはね、会員登録が必要みたいなんですけれど、ちょっとだけ見ましょう。日本維新の会の鈴木宗男参院議員が1日、ロシアの首都モスクワを訪問したことが分かった。4日まで滞在し、ロシア、外務省高官や、議会要人らとの面会を計画。昨年2月のロシアのウクライナ侵攻後、日本の国会議員のロシア訪問が確認されたのは初めて。停滞する日ロ関係について意見を交わし、元島民らの北方領土墓参や北方四島周辺での日本漁船による安全操業の早期再開をロシア側に要請する見通しということで、とりあえずね、そんな感じに。そうですね。ちょっと続きも読みましょうか。ウクライナ侵攻が続く中、日本政府はロシア全土に渡航中止勧告を出している。鈴木氏は、国会の許可を得て5月に大型連休中の訪ロを検討したが、維新執行部が慎重な対応を要請、最終的に訪問が見送られた、経緯があるということで、とりあえず、それ以下はですね、会員登録が、必要となっておりますので、ちょっとこの辺でやめ
います。で、産経新聞がですね、こちらの、まあ、独自記事という形で出ております。維新が鈴木宗男の処分検討無許可で、ロシア渡航ということになります。ちょっと、こちらももう記事の方を紹介させてもらいます。党に届け出ずにロシアへ渡航したとして、日本、維新の会が鈴木宗男を参院議員の処分を検討していることが3日分かった。党幹部が取材に、党がルールとして定めていた海外渡航の際の届けではない。国会議員団の副代表を務める鈴木氏の責任は軽くない。帰国後に本人から話を聞いて処分内容を決めたいと答えた。ということで、ロシア外務省は2日、ルデンコ外務次官が鈴木氏を迎え会談したと発表。鈴木氏がモスクワを訪れたようだということになります。私もいくつか記事見てみたんですけれど、鈴木宗男さんがですね、今回、海外渡航をする際に、党にね、届け出していなかったということは、とりあえずね、分かったんですけれど、ちょっと国会の方にですね、つまり参議院の方に届け出をしたのかどうかっていうのはね、ちょっと分からないんですよね。というのは、それ出さずに行くとですね、懲罰の対象に、参議院でのね、懲罰の対象になる可能性は、まあ、あるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとね、そこは、わからなかったですね。もしね、お分かりの方、いれば教えてください。とりあえずね、党に、あくまでね、党ですね。党に、日本維新の会の方にですね、出していなかったということで、です。鈴木宗男さん、これ、秘書が届け出を忘れていたミスだと、まあ、おっしゃっていてですね、言い訳としてはどうなのかなとは思いますけれど、とりあえず、はい、そんなところですね。党に出してたらね、止められるに決まってるから、多分出さなかったと思うんですけれど、で、今後なんですけれど、はい、国会の方はね、わからないんですね。国会に届け出たかどうかわからないので、それがね、懲罰処分になるのかどうかっていうのは、参議院での懲罰処分になるのかどうかっていうのもちょっとわかんないんですけど、で、話をね、党、つまり、日本維新の会の方にね、話を戻すとですね、私は日本維新の会、鈴木宗男さんの処分はですね、あんまり、強い処分はされないんじゃないかなと思います。はい。まず鈴木宗男さん、2019年のね、参議院選挙で、維新の会から出られてね、当選されてるんですけど、結構ね、票を取られてるんですよね。で、その時に、維新の会の、票のね、上乗せに貢献されたというのが、ちょっと一応出してみますね。2019年のね、参議院選挙がですね、これ全国比例なんですけれど、トップですよね。20万票で取られております。はい。で、その2位の方がね、室井邦彦さん、8万7千票。3位が梅村聡さん、5万8千票。4位、柴田匠さん、5万3千票。ということで、維新の会がね、全国比例で取ったのは421万票なんですけれど、やっぱり22万票もね、取られてて、党への貢献はもう相当なものということで、というのが、一つね、処分しにくいっていうものが一つ、なんだかんだでね、選挙で票を、たくさん取って党に貢献されたっていうのはもう、党にとってはね、一番の重要人物扱いみたいなね、そういう形になりますので、まずそこで処分しにくいというのがあります。で、あとですね、たとえ処分をね、維新の方が緩くしたとしてもしてですね、SNS とかで叩かれるとしてもですね、実際にそれで、票が減るのかっていうと、多分そこまでね、影響が大きくないと思われるので、それはね、ちょっと私の勝手なね、予想ですけれど、そこをね、維新の会さんがですね、うまく判断をしてですね、鈴木宗男さんの、あまり、罰を重くしなくても票が減らないということをですね、そういう判断になればですね、懲罰をですね、あまり重くしないのではないかなと思います。はい。あくまでも私の推測なので、ということで、要はですね、選挙に影響が出るかどうかっていうのが一番大きくて、SNS でどれだけですね、こういう叩く声があってもですね、結局叩く声ってもともと維新の会にですね、投票してるような人じゃないんですよね。ない人が多いと思うんですよね。そういうところを判断して、維新の会さんも結構ね、あまり重くない処分をされるんじゃないかなと予想をしております。